お疲れちゃんスロットです。今日です。負け作、何日目だっけ、やっていきます。はい。ということで、強いです、僕今。メガナイト13っていうずるいカードを持ってるトロ3400です。ということで、まあ、負けないと思うんですけど、しっかりこの辺のカード、あとコウモリもこれお得なんで買っていって、確実に、はい、買っていきたいと思います。たまたまウルトラ来ませんよと。目指せ3発ですね。行きましょう。さあ、タワーレベル9のお方ですね。で、タワーレベルね、まだ10はやったことがあったかどうかも覚えてないんですけど、ありますね。わあ、ゴブリン強っ。12ゴブリン、やば。あ、待って、ちょっとやばい。普通に静かにして。俺。これ、ベビが、マスケとか殴ってから。いやー、まあタイミングいいか。ガチで普通にちょっと怖いかも。いや、待って、入りすぎやね。いや、これコウモリ出してもよかったな。じゃあ、今ぐらいに出します。待って、一回黙って、俺。本当に。あのね。あのね、とか言って。いや、このアッチャスクラブ、うまいやつだな、これ。タワーレベ10が多分ほんと数回当たったことあるぐらいで、多分11とかでやったことがないんでね。11とやりたいなーとか思ってたんですけど、普通に今タワーレベ9にね、結構いい勝負してます。いやー、ペッカ間に合わない？あー、バルキリもめんどいな。いや、あ、こいつ絶対できるやつですね。はい。やれ？おーん。やるやん、目がないとお前。おーん。強い。さあ。13メガナイトのおかげでスコアれてます。これ僕の方がユニレベ低かった場合、結構危なかったかもしれないっすね。本当に。いやー、でかい。で、ホグ、ペッカホグでしたね。そうそう、気抜いてるとね、本当に、これ、俺よりも格上だったら結構ガチやばかったんでね。まあ、そこちょっとラッキーってわけで。いやー、これメガナイト踏んだらワンチャン？バルキリー、いい。で、ホグ対策に、高めやると、ベビドラがこの辺にね、降ってきたらね、うまいっすね。この辺に来たら。さあ、来ないっすね。なんやねん。来いよ、そこは。ワンチャン、諦めザウルスも、説ありと見せかけての、しっかりね、ケツペで形組んできますね。で、バルキリも採点でスケまで追加してあげて、ゴブリンバレル追加の、あのペッコをね、本当はコウモリでやりたかったんですけど、いや、立ち回りうまいっすね、間違いなく。まあでもユニレベが強いんすね、僕。うん。君がどれだけ上手くても、俺のユニレベにはね、勝てないんだよ。そう、これが隠したがり。やばすぎー、ガチで。ユニレベの暴力してまーす、僕。許してくださーい。まあ言うて、ペッカ11も強いけどね。ペッカ11も強いけど、ごめん。俺、メガヘッド13なの。本当にごめん。こんなつもりじゃなかったんだね、俺も。でも思ったよりも強くなりすぎちゃった。さあ、この相手、ってか結構うまいっすね。まあ、うまいんすけど、ユニレベにはかなわないよと。オーケー！いやー、一瞬ね、ヒヤッとしないこともないけど、メガナイトチンパンのおかげでね、なんとかやっていきそうですね。よーし、ナイス。そう、通り目10来た、10来た、ガチで熱い。これはガチで熱い。で、マジで、まあ、メガナイト普通にね、こう海外のプロプレイヤーとかも、いや、メガナイト強すぎるよ。早くナーフしてくれ、みたいなのを言ってる人もいるんですよ。まあ、環境、アチャクイが強くて、アチャクイのメガナイトデッキがあるんですよね。そのアチャクイメガナイトラムっていうデッキがあるんですけど、そのデッキに、なんかめちゃくちゃ負けて、メガナイト下方早よ。言ってて、他の奴らが、いや、メガナイトなの？それはアチャクイじゃなくて、みたいな、そう話をしてたんですけど、まあ、モルテンっていうプレイヤーですね。はい、その方がメガナイト下方はよって言ってたんですけど、いや僕メガナイト好きなのになーと思いながら今ね隠したがりで愛用してます。さあ、ということで、バルキリーミニペかてかミニペ11も普通に考えて11レベって高いよね。ズルだよね。もう俺が言うのもちょっとあれなんだけど、困って、一回冷静になってペッカとか来たらガチやばい話する。いや頑張ってくれ。いやまあ、いや、てかさ、メガナイト13ガチでも強いな。これ5打っとこうかな。上がって、やばい、待って、俺。本当に。シャシャリ？デシャバリ？調子乗り。危ない。いや、マスケ10は、まあ、そこそこにね、活躍してくれてる。俺のこのデッキで、結構信頼度高いカードなんでね。メガナイトの次ぐらいに。
まあ、ゴブリンバレルもレベル的に言うと、まあ、ガチ壊れなんですけど、あータイミングなんか噛み合わねえな。レベルだけなんでね、ゴブリンバレルは。守りで使えないんでね。俺のこの守り二重視、マスケとメガネットですね。いや、これ待って、どうしよう。なんか噛み合わねえ、スケブミリペっしょ。嫌な目持ってた。どうしようかな。一旦これ、冷静になるっすわ、俺。多分このまま行くと、なんか、流れが良くない気がする。あ、スケブの使い方上手いっすね。さあ、いやー、で、タルもそこそこにレベルが高いよと。これ、サイド変えようかな、一旦。で、これ、左側、メガナイトで踏んだら熱そう。で、柳目使ったからコウモリ追加したいんだけど、ネクロがね、出てくるかな。これ、スケに竹行け。あっちー。あー、決まったっすね。オッケー。え？本当に？今のは、あれか？コウモリがさすがに攻撃した？じゃないと、ウィザードジャンプダメージで処理は、さすがに違うよね。いやー、そこ空振るんかーい、言うて。いや、さすがにちゃうと思うんですよ。昨日ね、ロイフかなんかを、マジワンパンしたんですよ。メガナイト踏んで。そう、だけどさすがにウィザードをワンパンは、さすがにできないね。と思うから、まあまあ何かの見間違いでしょう。じゃなきゃね。もう壊れのレベルじゃないよね。何でも潰したら終わっちゃうよね。マスケとかも。はい、LSP ゲッチ。LSP も正直ね、ちょっと使いたい候補に入ってるんですよね。ちょっとターレベ10じゃ満足しないからね。11位ぐらいは欲しいですね。一旦ね。一旦11欲しいが9です。まあ、9でもユニレベ化け物の可能性あるんだね。あー、これ、なんかカードサイクルが噛み合わんな。いやー、ディガー10、ちょっと痛い。スケが頑張ってる。さあ、ラムディガー、まあ、ウルトラいっぱいだよっていうね。もう、この辺だと、ウルトラ結構1枚ぐらい入ってるの当たり前かもしんないっすね。ディガー。うい、いや、これ12だからやばいんだよね。相手からしたら3つも格上だよ。いや、なんかごめん、本当に。やる気なくしちゃった？ゴブリン12見て。あー、ジジッ。まあまあまあ、このユニレベさを見て諦めるのはね、しょうがない。そういうこともあるよ。クラロはやめないでね。オッケー。そして、クラロアパスがレベルなんと34です。次で、この指南書をゲットできますね。ノーマルの指南書か。まあ、普通に指南書はあっちいいっすね。あ、タレベ8だ。さよなら、ジジ。ガチでやばい。強すぎちゃったな。なんか、こんなはずじゃなかった。強くなりすぎちゃったっすね。さあ、ワイルドカード、ホーバーいらない。いや、これ、マスキーが出るまで連打ゲ。マスキー来たらガチで神。あ、ファイボーあり。あーん。いや、こんなに、ね、なんかユニレベ上がるというか、ガチででも、ここまで、ね、登場したセールと、クララパスしか買ってないんですよ。だから合計、多分マジで1万円も買ってないんじゃない？ね。パス2回で1200円ぐらいで、ね、なんかちょいちょい出たちっこいセールを買ってるぐらいなんで、まあ5000は超えてるけどね、全然、まあ5000って結構するけど、言うてなんかね、昔だってクララもめちゃくちゃいるゲームではないですけど、ね、意外とやっぱ課金しなきゃユニレベ3、4年やってカンストとかもそのレベルだと思うんですけど、やばいね。もう俺もう来月乾燥しないようにいれば大丈夫かな。どうかなね、来月俺普通にユニレベ全部14でマークサクやってるわ。トロ6000ぐらいでね。いやでも6000とかいったらもう乾燥が当たり前みたいななってくると、普通になんか幅広く全てに勝たないといけなくて、もうレベルとかじゃなくてみたいな感じになるのかな。ユニレベあるの当たり前でみたいな。あー、これちょっとうまいな。なんか橋前プリンの圧がやばいね。さあ、スケートか、さらにコウモリまで追加したいね。いやー、真ん中ないと。あー、これ、うまいっすね。からの、ここのコウモリですね。ユニット出るタイミングで、んにょきっと。で、いいファイスピだけど、はい、メガナイトの力。いや、メガナイトやば。やりすぎちゃいました。間違いなく犯人、メガナイトゴリラだよね。だよね。
さあタワーレベル10ですね。来たよろしく。そういえばコメント欄でね、その前回負け作、僕が負けた時のなんかユニレベの合計が81ぐらいで、もう今回ラッツさんすでにユニレベ83ぐらいありますみたいな。もう前回のトロ多分5000ちょっと過ぎぐらいで負けたのかな、前回。そうなんですけども、その時のユニレベがすでにあるみたいなんで、もうこれも全て指南書のね力によって最強になっちまったっていうので、まあ5000はなんで普通に考えていきたいよねっていう。いや、ゴブリンが暴れる。まあ全体的にそのインフレ、トロフィーもインフレだし、ユニレベも多分インフレしてるから、まあ上げやすいのとそううまくはいかんやろっていう話だと思うんですけどね。ね、6000いけるやろとか最近言ってますけど、調子乗ってますけど、いけないですから普通。無敗っていうのが CV ね。ライフ増やしちゃいてえな。よいしょ。さあ、メガナイト、マスケ、コウモリ組んで、これでもう、あとやっぱメガナイト13見ると、ね、意識失うっぽいですね。ね、失神します。はい、メガナイト13特殊効果あります。相手がね、寝る、親フラ、事件。はい。ガチでやばい。なんかズルしてる気分になるんですけど、ズルっすよね、多分これ。してる気分というよりかズルっすよね。ごめん。さあ来ました、なんと35まで来ました。あー、これウルトラレアトークンじゃね、ワイルドカードか、使うとこないんですよね。ウルトラプリンをまあ2枚使って11にはできるんですけど、プリンセス11を使うかっていう話なんよね。まあ、今のスケのとこにプリン入れるのはワンチャンスね。でもユニレベは低いからな。メガナイト20枚は無理でしょ。いや、マジだから、ウルトラ何あげるか、ちょっとコメントで助けてください。まあ、僕的候補は、まあ、やっぱプリンかな。もう他を今からあげるのが大変なのと思ってないっていうので、まあ、可能性あって、うわぁ、ケツバルンだ。ちょっとやだ。いや、バルンジムちょっとだから、これ、端前選ば来たら普通にやばいよな。ちょっと待って、ガチやばいかも、一旦。いや、ガチ怖え。あんまりさ、バルンと当たんないんですよね。前まで多かったんですけど、やっぱバルーン加工されたから、バルーンのね、数ちょっと減ったんですよ。で、バルーンやっぱね、なんかワンパンで持っていかれるってことあるから、そう、バルーンいないのはでかいのと、あとなんか知らんけど俺プリンセスが入ってる、このデッキ。うん。デッキ変わってる。まあでもコウモリとプリンが変わってるだけですね。まあ本当はスキンの枠をコウモリの方がいい気がすんな。プリンのレベルが高くなるならこのデッキもありではあるんですけど、間違いなくメガナイトコウモリ強いっすね。プリンセスがメガナイトに合わないかな。他はインドラと何が欲しい？ウルトラレア。うん。おそれでいかれちゃうんだ、あなた。いや、ウルトラレアむずいよね。なんか他に使いたいウルトラがインドラだったんですけど、今回マスケでやるから、で、ゴブリンバレル、コウモリとか、メガナイトで組むってなると、ガチで、最悪トリトンとかかな。でも、墓石あるしな。もう、ウルトラがいらないんですよね。プリンセス14になる？これ。こっから。いける？まあでもね、ノーマルの指南書が今すぐ必要なわけではないんで、秘伝書。そう。まあ、まだ余裕あるから、最悪、もうちょっと受け取るの後回しにしてもいい気もする。さあ、タルビキュー。あー、さよなら。芝雪玉レベチ。さあタルババア。さあバレル飛ばして、あなたはタルババ咲いたんでね。にょーん、アタボーですね。負けないは当たり前です。まあでもどうせカンストゾーン来たら普通に他のこのスケとかコウモリとか、他のやっぱノーマルレアが仕上がってないと余裕できついと思うんですよね。相手がほぼ全部のカード12レベル、13レベルとか、で、そういうの持ってたら、でも14、1枚入れだけとかでも多分結構きついから、まあ、今だけ楽させてください。本当に今だけ。うん。後からね、多分地獄見ると思うんで、さあ、タルバ8。キュイン！さあ、早くも3700です。
あー、ガチでどっちもいらない。おっちゃん OSR タレビ Q キュンキュンハービージャビタレビ Q。 いや、この辺はもうね、負けないんですよ。もう大当たりです、こんなの。はい、勝ち確です。ありがとうございます。キュン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 。さあ、スーパーレア宝箱。いや、マジで、ほんとこう、ゴブリンバレルとロリババ来たらガチで大好き。頼む。あー、ペーズンね。頼む。あー、ゴリラジジイやないかい。なかなかいい引きができないですね。さあ、ロイヤルキング。さあ、ホグ来た。もう4倍、4歳年上メガナイトでね、お出迎えです。はい。で、ここには、しっかりコームレを追加してあげてね、メガナイト対決を制すのはどっちなんだいっていう話をね、これマスケまでやって手助けしてあげます。さあ、でメガナイトいないんで、このメガマスをあなたは飛べる方法があんのって話で、ザップだったからワンチャンウッドとかを待ってからのゴブリンバレルと思いきや、もう強いジジ。なんやこれ、ガチでガチで、なんやこれ。俺は何やったんや、一体本当に。負け作？どこがやねん。隠したガリだ。早くも次勝てば3800ですね。アリーナが上がります。で、アリーナが上がると皆さん何が起こるか覚えてますでしょうか？新しいセールが来ます。はい、ということで、最強になります。で、ワンチャンウルトラの秘伝書とかが手に入るもんならもう、メガナイトが、はい、カンストします。いやー、あんのか、そんなことが。いやー、そんなことやったらもう大事件よ。ガチで。ね。まあでも、記録を伸ばせるのは普通に、俺からしたら全然楽しみというか、まあ、嬉しいから、まあ、ぶっちゃけユニレベはね、伸びて損ないんでね。伸びて損ないんで。なんならこう、やっぱ前回の記録超えられないだとか、もうこの辺で負けるのが一番寒いと思ってるんで。あー、ザップ来た。やばい。待って、あーやばい、ガッて、ガッて。ふう。メガナイト13落ちじゃん。一回冷静になります。ユニレベ的にこれ負けたら本当に、荒れる。ガチで。炎上するやつ。さすがにこれ負けるのはダメやろっていう。炎上するやつ。いや、メガナイトを相手にしててやだね。これ格上で来んの嫌だね。相手からしたらこれガチで嫌だね。萎えるね。萎えるというか、もうなんか、意味わかんないね。理解できない。こと俺はやってんだな。なるほどね。反省、反省。さあ、メガナイトどんどん行くよ。かかってこいや、ほら。ほら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 、来いや。さあ、メガナイト13。構えてるぞ。いつでも出せるぞ、俺は。アイウィズ・オッチャン、ファイブで飛ぶんだけど、相手のアイウィズのレベルが1個高いので、ファイブよりね。ファイブは多分解けないので、一旦ステイ。からのメガナイト・オッチャンかな。で、アイウィズいなければ、いや、なんかでも相手のこの戦いちょっと綺麗だよね。いや、8枚目が行きたいな、これ。行って。いやー、ここに LSP とかファイブかなんかでは使ってけど、いや、メガナイト13硬すぎてさ、相手のインドラで全然解けないっていう事件。えぐくね？普通のインドラだったらもうボッコボコよ。ボッコボコに行かれてるんだけど、なんならジャンプまでする。え？いや、粘りがえぐい。最後の後半の粘りがえぐいってマジで。ね。いや、もう、えぐいって。さあ、そこそこにいいファイヤーボールを決めていく男。で、ゴブリンバレルも飛ばしちゃって、ああ、やってるな、これ。やってんな、これ。やってんな、これ。コウモリが、お前、ゴブリン後ろ隠れてるやん、これ。エロゴブ。いいね。ケツ叩き、後ろエッジゴブリンのおかげで、3800到達です。そうなんです。サンパチ、スプーキータウン、クエイク、スケバレとかはね、あってもいいかもね。そう、ちょっと強い感ね。させる、おい、来とるやないかい。で、ワイルド、スーパーレアか。まあ、さすがにね、さすがにここで、ウルトラのやつだったらもう壊れなんでね。はい。
まあ、スーパーレア40枚はでかいね。まあ、こんだけか、言うてこんだけか。宝箱欲しかったね。で、割と44枚をロリババに使うか、ゴブリンバレルに使うかを悩んでのゴブリンバレルです。はい。アンバランス上げです。ということで、たまにはこんな日もあっていいんじゃないの。おやすみなさい。ご視聴、あざした。